東京都立東久留米総合高等学校は、東京都東久留米市幸町五丁目にある都立の高等学校、男女共学。2007年4月、東京都立清瀬東高等学校と東京都立久留米高等学校を統合する形で設立。略称は、来るそう。高知や施設は、久留米高校のものを大規模改修、増設した上で使用している。 校歌の作詞は瀬戸内寂聴。2016年には開校10周年の開校記念式典が行われる。総合学科高校として幅広く上級学校への進学等に対応するために2017年度入学生より大幅なカリキュラムの改定を行う。1年次から主要3教科べてで修熟度別授業が導入されているほか、土曜講習。 勉強合宿なども実施している。キャリア教育に力を入れ、25歳の自分作りを基本的なコンセプトにし、1年時は産業社会と人間の強化で自分の適性を見つめ、2年時には人間と社会でより自分のキャリアを考える体験学習を、3年時には課題研究で自分の将来の進路実現に向けた学習を行う。新カリキュラムでは1年時に地理、 A を必修にし、2年次では10単位分を系列選択科目から選び、3年次には最大17単位の自由選択科目を選べることになった。これまで2年次では文系理系関係なく、数学2や古典 B を選択させられていたが、来年度入学生からは、すっきりと数学が必修から外されたことで、私立文系への進学希望者には楽なカリキュラムとなった。 2016年の学校経営計画のテーマは、チャレンジとチェンジ。アクティブラーニング推進校として、広大接続や授業形態の大幅な変更を、全日制、定時制オールクルスを体制でチャレンジしていく。都立高校で唯一の人工芝グラウンドがあるほか、トレーニングルームなども備わっている。人工芝は、2015年8月に1億4000万、かけて、 全面的に張り替えた。部活動も盛んであり、特にサッカー部は全国高等学校サッカー選手権大会に2度出場した久留米高校を引き継ぐ学校として知られる。2016年度のサッカー部の部員は276名と男子のほとんどがサッカー部に入部している。2017年度の受験生からサッカーのスポーツ特別推薦は廃止される。 合唱コンクールには3年生は参加しない全国高等学校サッカー選手権大会出場を前身の久留米高校から数えて5度果たした競合校として有名であり中村健吾などを輩出している過去には志村健もサッカー部に在籍していたありがとうございます